カーウィングスナビゲーションシステム HDD 方式、日産、風が後期型用日産コネクト、サービスナビメニュー画面日産、ノート E、パワーカーウィングスとは、日産自動車が提供するテレマティックスサービス。日産自動車の標準カーナビに携帯電話をつないで、ネットワークに接続し、様々なサービスを利用できる。オペレーターボタンを押して、オペレータと話すことで、 ナビの目的地設定や情報チャンネルのダウンロードができる。情報チャンネルでは複数のチャンネルが用意され必要な情報が入手できる。車版 Web2.0 を標榜しているが Web ブ,ブラウザや HTTP クライアントを実装しているわけではない。受けられるサービスはカーナビの世代ごとに異なる。リアルタイムの渋滞情報を考慮した上で、 最短時間のルートを設定してくれるサービス。名称は最速ルートとなっているが実態は最短時間ルートであり、道路が渋滞している場合でも回避しない方が到着時間が早くなるのであれば、渋滞を通るようにルート設定される。カーナビのオペレーターボタンを押すことによってセンターに電話がつながり、口頭でナビの目的地設定を頼むことができるサービス。 24時間、年中無休である。目的地設定以外にも、交通情報や天気情報のダウンロード、レストラン検索などをオペレーターに頼むことができる。機械による応答ではないため、様々なリクエストを受けやすいという利点がある。交通情報や天気情報、占い、プロ野球速報など様々な情報をナビにダウンロードできるサービス。ダウンロードした文章は、 ナビが自動で読み上げてくれる。2006年9月20日よりカーウィングスホームページ上にて RSS サイトの URL を登録することで登録した RSS をダウンロードし読み上げを行うインターネット情報チャンネルサービスを開始した。各社再起から走行情報を収集して情報を整理し情報提供するサービス。 スマートループとの交通情報共有が行われており、ディーラーオプションである日産オリジナルナビゲーションで本サービスを利用するための専用機器はパイオニア製である。2006年11月から始まったサービス。自社一周辺の施設情報のダウンロードし、音声案内を行う。ダウンロードした施設に近づくことで自動的に施設の紹介を音声案内する。 カーウィングス HDD ナビ搭載2006年11月から始まったサービス蒸気サービスを場所や時間に応じて自動的に提供するカーウィングス HDD ナビ搭載2013年5月発売の機種から対応ツイッターの情報を受信し読み上げるほかチェックイン情報を簡単操作で目的地に設定できる2013年5月発売の機種から対応 自分の Gmail アドレスに送られてきたメールを表示、読み上げる。カレンダー連携も同様に音声での確認が可能。当初、新社登録後3年間無料だったが、2008年4月からはオペレータサービス以外は永年無料になった。オペレータサービスは有料で年額3240円で申し込みできる。ただしこれとは別に、携帯電話の通信料がかかる。 y イモバイルが同サービス向きに専用定額サービス、カーナビ専用サービス4カーウィングスを提供している。ソフトバンクモバイルでは2010年1月以降、通常のパケット料金に月額210円でカーナビとの通信に限り定額制となるカーナビプランを採用すると発表し、カーウィングスもこの対象となっている。また、KDDI の au も本、 サーービビスおよよび G に対応するる同様のカーナビ容量金オプションを2010 1年6月1日より開始しているディーラーオプションのナビでは専用の通信アダプタとセットで10年間の通信量がついており10年使い放題となっているまた機種によっては1年間オペレータサービスが無料でついてくることがある日産のほとんどの車に標準もしくはメーカー ディーラーオプションで設定されている対応ナビゲーション。ディーラーオプションの日産オリジナルナビゲーションで利用、可能。ただし、車種及びナビゲーションによって使用できる機能は異なる。また、スズキの一部車種にも採用されている。2008年9月からは、三洋電機のナビ、ゴリラの一部機種にも搭載が開始されたが、現在は生産終了している。理由については、 ステーション及びデジタル通貨の項を参照のこと N リンクオーナーズへようこそ日産自動車2019年2月14日閲覧 AB ニーソンコネクトサービスについて日産自動車2019年2月14日閲覧ありがとうございます